滝城は現在の栃木県宇都宮市出した町にあった中世の日本の城である宇都宮市の城だった。別名は滝山城。公平6年に藤原総園が築いたという伝承があるが確証はない。古くは文明4年に滝兵庫神の居城だったという記録が宇都宮家新規にある。一方、その築城に関しては 滝山城構築出陣任命に転生を4年12月2日に着手し、12月25日に完成した旨の記載がある。なお、同年に上、高根沢城主高根沢品の守る、下高根沢城主、平八郎、八八郎、立賀島城主、直井淡路守る、昭和区田本城主、矢口畜前神、石井、城主の沢若狭守るらが入城している。 いずれも明らかな記録ではなく、追記時期や築城者は不明とされている。戦国時代末期、宇都宮市は南に台頭する北条氏、北に、これに上ずる日光山宗兵の侵略にさらされていた。本拠の宇都宮城は、平城で防御に不向きだったため、宇都宮国綱は、宇都宮城を賜せ、身の守るに託した木城を改修して、拠点とした。このほか名優、盟友 佐竹氏と共に下谷国中央の派遣確率のために、三市の鹿沼城の近くに拠点を持つ必要があったこと、滝山不動村の加護を得て、北条氏や三氏と対峙しようとしたことが、滝城を拠点とした理由と推定される。滝城下には上河原、下河原、粉、川内、清根願い寺、裏町、花輪殿、大木町、原国町などの宇都宮城下と同じ地名が、 小技として残っており、宇都宮市が一時的な拠点ではなく、高級的な拠点にしようと整備していたことがわかる。城の建設資金は、笹井金山の利益から捻出したという説がある。本丸の規模は、東山約140メートル南北約120メートルで、その北、南、南西、南東に堀や土塁を巡らした車を配置するという、堅道な造りであった。 小田わら伐に続く、宇都宮市沖で領土が安堵され、再び宇都宮城に本拠を戻している。宇都宮城が、不祖伝来の地であること、交通の便が良いこと、両国経営に適していることがその理由である。慶長2年に、宇都宮市が豊臣秀吉によって開益されると同時に廃城となった。現在の滝城跡には、不動寺がある。また、来るは、 土類、空彫りが良好に現存するが、樹木が生い茂っており、簡単には確認できない。ありがとうございます。